今回はバーマン先生に基本的な診断のところから根幹の重点まで学ばせていただいて、すごく参考になりました。一番思ったのは、全然削らないんだっていう、思ってた以上に簡単にやってる感じでしたけど、知識的にも技術的にも非常に難しいんだなと思って。150度半時計回りもあって、30度ぐらいが時計回りということです。ただそれはメーカーが厳密には公表してません。大は小は兼ねるとか言いますけど、取り残しのリスクもあると思うので、その辺はいろんなことが分かってる先生だから最小限できると思うんですよね。Here's another case where there was an infection at the tip of this root. 別の症例です。やはり根線部の感染症があります。これはひょっとしてパーフォレーションを起こしている可能性ありというふうに見えてきました。かつこれに伴うであろうお骨吸収が見えます。Sometimes all you need is a subtle change in the angulation. 本当にわずかに角度を変えて取って、見えなかったものが見えることがあるんです。もっと若い先生とかも聞くとすごくいいなと思いましたね。全部やっぱりエビデンスに基づいてベーシックな話をしてもらえてるなっていうのはすごく感じました。